ケー、危ないサーカスショーで、こうやっていこうか。どんなボスやろうな。ほんまにサーカスやん。すげえ。サーカスとか行ったことないな。まず日本であんまサーカスとかあんまないもんな。あ、レンジャーもあるんや。たまにはレンジャーもある。で、こっから狙って、あ、そんな無理か。前回の姑息な戦い方してもとうからな。お、舞台裏。さて、いきますか。さて、どんなサーカスになるのか。かぼちゃじゃないか。かぼちゃ出ちゃうかった。あ、ひょう。近づくな、近づくな。危ねえ、危ねえ。危ねえ。キャロライン。また来るぞ。おにぎり。マジでおにぎり並みやん。よし、来る。けどあれなんかな、そんな感あ、ザコくんいろんなキャラ出てくるってことか。あのサーガスっていうから一体だけじゃなくてめちゃくちゃ出てくるとか。危ない危ない、死ぬところやった。うわ、怒った。そんな怒らんといて。危ない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 。刃物を投げちゃいかんよ。危ないって。え、消えた。どこにおる。危な。すげえ、こいつ瞬間移動も使えるんや。レンジャー走りにキャロライン打つ。よかったー。なんとなくでやったらいけたわ。危ない危ない。刃物を振りますな。いいだ、こっちは肩や銃を撃ちまくっとるけど。握りもみんな危ない危ない。クソ最悪、最後の最後でクソだれ。もうクリアできよったのによ。クソ、ノーダメクリアできそうやったのによ。ドリル能力を進化できる。クソ、残念や。OK、 ステージクリアで、キャロラインを撃つ。ホバリングせずに倒す。あ、なるほどな。やっぱりそんな卑怯技はやめろってことね。で、あと何分以内に倒すってやつもあるやろうから、ちょっと頑張ろうかな。あ、どっか行ってもた。
でマドリティの街に先戻って、うわなんかすげえことなっとるやん、裏闘技場。マドリティの街がさらに大きくなりました。あ、とうとうガチャポンボリューム2が出てもたが、戦ったライバルたちとのバトル勝負、豪華な宝石手に入る。お、メタ様、マジか、メタ様登場か、かっけえ。まあとりあえず残りの3つやろうかな。あ、次のステージがあるんか。次が氷のステージ、これで雪か。ホワイティーホルズン、ホルンズかボスを倒したことで新しいステージ。へえ、なんかこれあれやな、ロンドンみたいな感じやな。じゃあ先にここさっきのキャットホバリングせずに倒すのと、ノーダメ、目指せノーダメと、あとは何やろ、あ時間か、時間内でクリア。何使おうかな、ボムもありか、サーカスやしな、どういうことやねんって話やけど、よし、ホバリングせずにこれでいけたことな。結構ホバリングせずやったら難しそうやなよいしょ、はいスキップ。あ、ホバリングしたもった、ノーダメで厳粛そったれ。着地した同時に A を押そうとしたらホバリングしてもたから早すぎて、で2分1分30秒以内か、くそ。けどもう次はいけると思う。よし、じゃあやっていくぞ。切って切ってよいしょ、でおにぎりが来る。チェーンをつなげたいな。もうチェーンつなげたら攻撃力えげつないから強なるけど、よいしょ、こういう時にチェーンにつなげたい。オッケー、で逆上来たら柱に上乗ってするから、でこいつのナイフの命中力はほんまにポンコツやから当たらんやろ。飛んでくるやつだけ気をつけて、これだけ気をつけたらいけるはず。このジャンプさえ気をつけなかな、ほんまに。よし、そろそろ隠れ身の術か。よし、オッケー、感じじゃないの。焦るな焦るな、ナイフは大丈夫、左右にさえ避けたら。ジャンプだけ気をつける、ジャンプだけ気をつける。ゴリ押せゴリ押せゴリ押せ、いけるいける、よっしゃー。
なんとか倒した。でホバリングせずに倒す。でそっからノーダメージクリア。オッケー、オッケー、これでステージクリア。でワンダリアのステージは完全コンプリートやね。でワンダーアトルチのパドルティ全部救出。 OK 完全コンプリート。 OK じゃあ次はあれやな、ここやな、ホワイティホルンズの攻略になっていくんやけど、まあ残っとるこのトレジャー系はまた動画の撮影外の時にちょっと回収しときます。じゃあどうしよっかな。あそこにも行ってみようかな。パドルティの町行って、あの闘技場とか、あとこのこれもせなあかんな。ボリューム2が出てきたってことはコンプリートがまためんどくさいとかややこしいから大変やから、それもせなあかんな。メトナイトカップが開催中。 OK じゃあ行ってみようか。めっちゃ広なったな。ここも増えてくるやろ。お、何か取る。おお、お金かわいいな。お、で、待ってよ。こっち側はこの椅子はなんかある？座れへん。特に何もなかった。あ、またお金。お金も大事だからね。お金は大事だよ、言うてね。どうもどうも。こちらはコロシアムの受付です。これ次々に襲いかかるボスたちとスイバトルが楽しめる。見事最後まで勝ち抜くと豪華な報酬ゲット。でなんと密かにこの世界に来ていたメタナイトさんも資源のためこの大会。ほんほんほん。報酬はお金とスターなんや。へえ。だって初回報酬、あの、また、技の方アップできるんやね。どうしようかな。まあ、これでいっか。お、かっこいい。メタサマカップ。どうしようかな。これとやってみる。想像でやってみようかな、次は。次あれ静かになったぞ。ちょっと回復して、あと5000。あ、さっきのやつか。どうしよっかな。レンジャーでやろうか。また戦うんかいで。カービィ選手はどこまで勝ち進むのか。危ねえ。
まあ、ここはもうノーダメとか関係なくしてから、もし溜まったらもう言っといて、全然効かへんやん。けどもう、技の感じちょっと慣れともだからな。で逆上来るぞ。さあ本気か。あくそ。あソードになるんか。ソードは強いかな。連射もいけるし。で次がよし、あのバレリーナ系のやつとなんかよう分からんやつ。じゃあ次ドリルやってみようか。まあ、ここら辺は穴掘って掘ることによって大大技ができるから、これ作っても下からちょ下手になったな。トレジャーで練習したのに。でトレジャーで練習したこの回転することによる穴掘り、こうすることで大ダメージを食らわせれる。真ん中にスワロリーナが出てくると思うから、ような場合覚えとったな。スワロリーナ、まあ、ぼちぼち苦戦したからなこの敵。よいしょ、あちょっと OK。 よしどうしようかな。あー取れなかった。うせやろ。あゴルルムンバか。どうしようかな。ゴルルムンバ戦はチャクラムカッター使ってみようか。じゃあカービィ選手を応援するように会場は歓声が引き渡っています。メンバーがよし、さあドラミングして、でこれ回転ローリングサンダーちゃかったっけ。勝手に名前つけとくけど、でもうそろそろ目が回って、それから三半期間鍛えなあかんぞゴルムンバー。あこっちノーダメでいけた。だいぶちょっとずつ操作に慣れてきたんかな。そうでもないけど。で次、ああなるほど、ウッズね。ってことはボム使ってみようか。油断しちまったぜ。危ない、ヤシの木を落としたらあかんよ。で大声叫びます。わーい。カービィ選手の攻撃効いてるぞ。網つけたら意味ないですよね。よっしゃこっから経験あっちゃった。オッケー、やっぱ最弱やわ。おっ
れでお金と回復。最終戦さあメタ様か、どうしようかな。モグラ行ってみようか。モグラじゃない、ドリル。あ、じゃあ引けやったわ。やっぱ剣でいかなあかんか、そりゃそうやな。うわメタ様かっけえ。おすげえ、いいぞ。さあここの騎士メタ様、熱い戦いクライマックスだ。さあそのメタ様の実力というものを見させてもらおう。何、よいしょ、あくそ避けやがった。渾身の一撃を。よし、聞いてるぞ聞いてるぞ。おい、そんなん使うとかせこいぞ、上田様。さあ、貯めて。くそ。おー、上田様、かっけえな。え、なに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 、そういう必殺ありっすか、上田様。それは卑怯やで。そういうのも卑怯やで。正々堂々と剣使えや。効かねえな。ロックダウンすんぜ。うわくっそー、マジかメタ様ついえ。ちょ、金なんかどうでもええわ。なるほどね、ああいう卑怯的なやつがあるよね。クラッシュでやったのかほんまに。じゃあちょっとやるか。もう容赦せんぞメタ様。さあ早めに、そろそろ OK で、ここから本気で来るから、あの必殺技だけ食らわないじゃなかな。これせこいよな。先生どうかんかい、これ食らったらあかんねんな。そっちはその手やったらもうこっちもそういう技で使っていくぞからな。やばい、オッケー。一度見た技も余裕よ。あらかわいい。はい優勝。カービィさんおめでとうございます。こちら今回の報酬です。で500円、いや500やから、まあ、結果400。さっきのリトライさんで、レアストーン1個ゲットで、ソード能力進化できるメタナイトソードの設計図。ほう、ソードはさらに進化するんや。この技は決めたかったな。
で、他には何かあるんか。これだけか。へえ。どうしようかな、ここをコンプリートしたいしな。いや、ガチャしまくろうかな、ちょっと。新しいやつ OK、 新しいやつ OK、 いらんまあちょっとこれでちょっとコンプリート目指そうかな。ポップフラワー、コインスター、宝箱はいらんかな。お、チューリップ、もう終わった？なんて、あ、なんてか見えんかった。ちょっと待ってよ、揃った？もしかして揃ってへんよな。あ、出てこうへんってことなんか、もうガチャでは。 A 連打しすぎだな。なんか同じようなやつばっかやな。コインスター、コインロッカー、あ、もう出てきませんって感じなんかな。そのステージで取らなあかんとか。それっぽいかな、分からんけど。けどあとここだけなよな。ボリューム2も容器あるしな。20コインたっけ。ちょっと早く飛ばしすぎたかちょっと分からんかったけど、あと編集でちょっと見るわ、まだまあちょっと載せるかな、どんなん書いてましたみたいな。完全にスルーしすぎたわ、もう早すぎて、早くやりすぎて。もうだいぶ発展してきたな。あれ、こんなん立ってたっけ。展望台か、一望できる、すげえ。じゃあどうしようかな、まあ、次回ホワイティーなんちゃら何だっけな、これじゃない、ホワイティホルンズの攻略から進めていこうかな。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あと一応このトレジャーはもう裏作業で回収しときます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。